甘い、甘すぎる。スタバで勉強してるやつ甘すぎる。ああ、まあでも結構いますよね。まあ、僕は思うんですけど、うん、受験勉強とかで、はい、こうフードコートにこもるやついますね、いっぱい。てかマクドとか、マクドとか、はいはい、スタバとかいっぱいいますね、はい。過去の俺やねんそれ。お前なんかよ。お前文化祭の時に逆方向行って前もね、イオン行ってたんちゃうんすよ。イオンのフードコートで、イオンのフードコート行ってたんちゃうんか。勉強して落ちたんや俺は。というわけで、スタバでよく勉強してるやついるじゃないですか。まあ受験生いっぱいいそうっすけど、てか社会人でもいっぱいいるんじゃないですか、うん、ただやっぱ思うのは、はい、それ形だけなんじゃね。なるほどなるほど。え、それさ体験談でしょ。でもフードコートよりもスタバの方が俺は悪やと思ってる。ああなるほどね。なぜかっていうと、はい、スタバって、うん、単位面積あたりの人口密度が高すぎると。まあ高い高い高い。集中していくのになぜわざわざノイズがあるとこに行くのかっていう。なんか人に見られてるからこそ自分は怠けられないっていう、第二の自分として勉強するパフォーマンスだりっていう、はいはい、っていうのはちょっとあるらしいっす。だからみんなが前のことなんじゃん。じゃあ確かにそれは勉強している姿、シルエットは確かに、うん、あの人勉強してるんだなっていうのが分かるかもしれないけど、うん、実際脳みそ働いてるんですかっていう話。なんでそんな今日怒ってんのほんまに。これは俺やっぱ、いや俺やっぱ教育系界隈としては、なるほどなるほど、一石をね150キロ投じたよ。150キロ投じたんや。なるほど。そこはなるほどね。だから真の集中力は絶対ないと思うよ。じゃあ真の集中力ってどこで発揮されるんですか。プールですよ。それがよくわかる。もう論理が最後の最後、途中までいいメッセージ性のある動画やったのに。まあというわけで、はい、今回やりたい客は、はい、スタバ行ってるやつってほんまに集中してんの？いや俺だったらプールの方が集中できるけどね。これはある意味受験生にとっても希望の企画でもあって、あ、勉強をしに行く環境に行かなくても勉強ができたりすれば、はい、なるほど、なんかもっと楽しく夏を過ごしながら受験勉強できるんじゃないかっていう可能性もあるよね。そうそうそう、可能性もある。でついでにスタバに行くやつもちょっと、はいはい、ディスとこかなっていう。なるほど。なるほど、はい。まあ、今日は、まあ、僕はプールで、電話はスタバ。なるほど。で、おのおの1時間ね、暗記するんですけど。だからゴーグルつけてんのか、お前。なるほど。これあれですね、我々恒例、俺と花を脳みそ同じ家庭。同じです。同じという家庭のもと進むやつね。まあでも同じ考えてるんです。一郎団。一郎団、はい。まあそこは、まあ、大体同じでしょってことね。まあ一応じゃあ今回の科目。今回、お二人に勉強してもらうのは、はい、漢検準一級でございます。うわー、いいわー、それは何も分からんよな、マジで。あー、それ相当、まあまあ常用でも、ね、漢字ってでも、本場の暗記やもんな。よし、というわけで、やっていきたいと思います。メガネタバナナバナナフラペチーノ。何それ。というわけで、やっていきましょう。楽しい。折り詰めた指の。あー、最高最高最高すぎる。今から勉強していくんですけどね、全くやりきれへんな、これ。ちょっと楽しみがすぎて全くやりきれへん。まず入水の時点でなかなか関門っていうのがある。で、わあ、これ。じゃあ行きまーす。よーい、スタート。脱がしたら一旦終わりです。これマジで怖。でもほんまに気持ちいい。マジでぜひみんな真似してほしい。これは最高です。霊言新たか。ちょっと予想以上に準1級がマジでむずい。ほんまにむずい。ちょっとね、気持ちよすぎ、気持ちよすぎて眼前の出来事に集中できるんだ、これ。でもスタバやっぱうるさいっすね、ちょっと周
りがガヤガヤしてるので勉強しづらいんですけど、結構頑張ってやっていきたいと思います。僕は柿が、ね、得意なので、柿戦術でやっていきたいと思います。350ぐらいですね。ってことは、3600キロしかないから、だいたい10秒に動かないとやばくない？どうすんでも大変ね、これ。こういう時に、どうやれば早く終わるかっていうのを常に考えるっていうね。バカンスを一刻も早く楽しむために、めちゃくちゃ集中できるっていう。それはやっぱスタバではできない所業なんですよ、これは。ゆうさん、問題出して。日が、ごと。おぉ。強すぎる。強すぎる。スタバですよ。今日これ何？マジで画質悪すぎて見えん。画質悪すぎて見えんぐらい。でも逆に今めちゃくちゃリラックスしてるんだ。今太陽光で半分しか開かへん。半分しか開かへんってことは情報がカットされるんだ。情報がカットされるってことは無駄な情報が入ってこへんから、俺とこいつだけ、俺とこいつが今プールでイチャイチャしてる、そういう感じなんだよね。あそれあそれあそれそれそれさあとー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 日がごとパームなしぼいやひねさあさあ馬やむくろしながらママおとがせのガスをさと。ちょっとあまりにも効率が悪そうなんでアプリで覚えてきます。単語帳を作って覚えてきます。20分ぐらいやってみたんですけど、意外と集中できます。バンの音があんま気にならないです、意外と。僕は、はい、想像の2倍3倍を集中してます。俺の名前は高校生さて工藤ムクロ。美しい花を見て一個ひねっていたら凄まじい形相でにらみつけられて、先の尖った石を拾っていた。被害者のムクロは発見されたら次から次へと敵を泣き倒して新時代の恵みを感じてしまった。これ覚える数意外と多かったんで、絶対に覚えられへんやつ、なんか覚えにくいやつだけ単語帳で後でやって、ある程度覚えれそうだなと思ったやつはもうこの場で頑張って覚えるっていう、そういう方向で作戦変更します。水中で20個読みます。せーの。1時間経ちました。1時間経ったんで、今から帰りたいと思います。何秒？43秒です。あと43秒名言出ます。人外出ます。憤慨出ます。全部出ると思ってやろう。孫に、もう答え答えだよね。いいですよ。10秒将来完全失勢地公主和井完璧大夏シャー終わりじゃーい。ごめん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 。どうでした？いやこれね、意外や意外。覚えれた？なかなかの集中具合を見せたよ俺。マジか。普通に女の人がうるさかったな、やっぱ。普通でもそういう場所であるべき。あ、そう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 。そもそもそれが普通やん。そう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 。じゃあ行きますか。はい、用意。はい、スタート。はい、オーマイゲーツ。くぅー、いやマジきついこれ。開かなさました。結構な覚えてたわ。
5点差ぐらいまでやったら、ね、俺の勝ちまである。まあそうやな、多分そうやと思う。実際そうや。逆に 10% の差がなかったら、受験生ぜひこの方法もいいよっていうのを。確かに、確かに、うん、俺が70でそっちが60やったら、まあ同点ぐらいの感覚ちゃう。はいはいはい。でははい、採点が終わりました。はいはい。ということで、勝者を発表します。はいはい。いや、スタバやから。いや、結構これだぞ。俺は子供に夢を見させたい。受験生に夢を与えるんだ。ダメ。いや、正当にスタバです。勝者は…83点で花輪殿下両方。うぇー、ほんまに。はい、すごいこと起きましたね、これは。え、俺らどんだけコンビやねん。ほんまに？この100点のうちの100分の1の中のこの83を同時に取る。あー、どんだけコンビ。すごいよね。すごいよな、ほんまそれ。やばくね？え、まあすごい。というわけで、スタダイコールプールです。よー、イエーイ。いや、最高やな、これ。